ゲレンデスノーパーク運転時は、香川県観音寺市にある四国ケーブル株式会社が運営するスキー場。2020年3月をもって営業終了。運転時、ロープウェイなどを運行する四国ケーブルにより2001年に香川県唯一のスキー場として開業した。開業当初は1シーズンで約2万6千人が訪れていたが、暖冬の影響で営業日数が短くなり、 2020年春までのシーズンの利用客は1万4000人ほどとなっていた。2020年3月の営業終了後、暖冬による営業日数の減少や作り行きのための電気代の負担の増加、新型コロナの影響による客の減少などにより営業の継続を断念し閉鎖となった。スキー場閉鎖後も周辺は運転時短町公園として天空のブランコや 天空のフォトフレームなど SNS ハイスポットとしてリニューアルされている。また、隣には四国88箇所の第66番札所、雲転寺がある。例年12月中旬により3月上旬まで開場していた。緩やかな斜面で初心者に優しいコースになっていた。人工降雪機を備えていた。ABC、香川県唯一のスキー場が閉鎖団頭や 新型コロナの影響を観音時し、スノーパーク運転時。KSB ニュース。https://news.ksb.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ138713562021年9月15日閲覧。ありがとうございます。